腸が。大丈夫やまね。大丈夫さ。胃腸を丈夫にしてくださいっていうお願いもしよう。皆様方、冷えますからこちらへどうぞ。はーい。ほら、やまね。さすがだね。どうぞ。おお、あったかい。頂上までの道のりは遠いね。気が遠くなりそうだよ。あれ、大野くんと杉山くんもう20周回してる。ああ、今日ゴールできちゃいそうだな。ひえ、もうゴール？私なんかまだ1周も走ってないのに。え、お前まだ全然走ってないのか？まあ、3月になったとはいえ、外はまだまだ寒いしね。そんなこと言ってると、3学期中にゴールできなくなるぜ。杉山くん、お待たせ。重かったブー。ああ、結構大きいはしごだな。こんなの持ち出していいのか？大丈夫だよ、どうせ使ってないし。よし、じゃあお前らも手伝ってくれ。うん。よし、よし、日も暮れてきたし、今日はここまでにするか。そうだな、また明日も頑張ろうぜ。うん。